サテライト大阪は、大阪府大阪市中央区日本橋にある会員制、競輪場外車券売り場である。管理志向者は、岸和田競輪場の志向者である、岸和田市。2007年3月14日にオープンした。本校では、併設されている、会員制オートレース場外車券売り場のオートレース、大阪についても記述する。利用できるのは、基本的に会員のみとなっており、 入会手続きを経て取得した会員証を提示しなければ入館できないことになっている。2階フロア以上へ行く際にはエレベーターやエスカレーター前で会員証を警備員などに提示することになっている。入会手続きは所定の申し込み用紙に必要事項を記入、夏維持、身分証明書を添えた上で入会金1000円、年会費2000円を支払うことになっている。 手続きが完了すると仮会員証を渡され、この仮会員証で申し込み当日から利用できる。なお、正式な会員証は後日、サテライト大阪で受け取ることになっている。会員証はキャッシュレス投票カードにもなっており、1階フロアにあるポイントカウンターにかざせば入場するだけで20ポイントが加算され、キャッシュレスカード投票やチャージでもポイントが貯まる。また、ポイントは、 キャッシュレス投票カードの電子マネーや景品と交換可能となっている。なお、会員証は、岸和田競輪場やサテライト阪神でもキャッシュレスカード投票が可能となっている。2011年より、ラピスタ新橋の会員証所持者は無料で入場できるようになった。2015年12月5日より施設内にオートレース大阪が設置され、川口オートレース場を中心とした。 オートレースの車検も購入できるようになった。オートレースの車検は一般フロアの4階と有料席フロアの6階で発売する。2016年4月29日より1階フロアは体験フロアとして非会員でも利用できるようになった。なお、オートレースの発売窓口は会員専用フロアである4階と6階のみのため、非会員は基本的に利用できないが、 受付で身分証明書を提示することで、非会員でも一度だけ4回フロアのみ、入館が可能となっており、車検の購入も可能となっている。岸和田競輪場で開催される全ての競争と、多場での議員以上のグレードレースは全て発売する。ナイター場外も頻繁に行っており、また2018年2月22日から、ミッドナイト競輪の前売り発売も開始され、 最大で1日6場、年間約340日営業を行う。オープンは9時30分である。会員が利用できるフロアは1から6階であるが、このうち1階のみ非会員でも利用が可能。6階は有料席フロアとなっており、別途1階にある有料席発売所で有料席券を購入しなければ利用できない。ちなみに、有料席は ポイントシステムに有利に働くことからすぐに満席になるケースが多い。開設時は、台話システムが施設を所有していたが、その後に、同社の破産により現在の施設設置者が管理している。京都府、随意契約公表平成29年3月1日に、有限会社サンダーバードから、称号変更。大阪発進出、オートレース場外車券売り場、 オートレース大阪12月5日オープン。ありがとうございます。